はいはい、向こうで就職することにしたって言ったのを覚えてますね、友達に。どうやって決めましたか。あ、まあ、いろんな選択肢があったと。そうですね、オーストラリアを選んだ理由は、アメリカ人と結婚する予定で行って。ああ、どうなったんですかそれは。その後留学とかを考えたのは、大学の2年生の前、はいはい、大学の前期で俺は留学するっていうか、はいはい、まあ、海外で就職するって決めたのが大学2年の前期の途中で、周りに言ったのを覚えてます、はいはい、それ向こうで就職することにしたって言ったのを覚えてますね、友達に。大学では何を専門でした？商学だったんで、商学部 でマーケティングとか好きだったんですけど、はいはいはい、まあ、海外就職するってなった時に、その会計のキャリアが一番、まあ、簡単だったんですよね、そのビザを取るとかそういう意味でも、はいはいはい、なんで一番嫌いだったんですけど会計って。そうだったんですね、まあ、英語で勉強するんだったらちょっと楽しくなるかなっていうふうに思って、英語で会計を勉強しだしたのがそれぐらいですかね。一応英語力的にはその時は TOEIC で970点で英検が1級ぐらいだったんですよ。なんで、まあ、ある程度英語力に関しては自分の中ではまあそこそこ、なるほど、そう、そういう風になっていたんで、そろそろ、なるほど、留学、そのただ日本で英語を使う機会を探すっていうよりはもっとこうチャレンジングな、こう機会が、まあ、機会をまあ得ることができたら、より人生面白くなるんじゃないかなっていう風に思ったんで、大学の時そういう風に、ね、そう思いましたね、はい、まあ、人と違うことをしたら、まあ、そこまで違うか分かんないですけどね、単純に会計士になって海外で働いてるっていうだけではあるんで、まあ、ものすごい違うか分かんないですけど、まあ、少しユニークな生き方をしたいなとは思いました。留学先はどうやって決めましたか。あ、まあ、いろんな選択肢があったと思う。そうですね、オーストラリアを選んだ理由は、まあ、いくつかあったんですけど、一つは、自分が学びたかったその会計学で、はい、その国際会計っていう、まあ、論があるんですよね、はいはい、国際会計論っていう、はいはい、まあ、学問とまではいかないんですけど、その世界使われて会計基準っていうその国際会計基準、はいはい、米国の基準とか、日本だったら日本の基準が使われてるんですけど、はい、それぞれ資格も違ったりしますもんね。あ、そうです、資格も違うんですけど、で私はその国際会計基準に、はい、まあ、沿った学習したかったっていうのがあって、そうなると、まあ、オーストラリアとか、あとはカナダがそういうのを使っているんですね。アメリカはアメリカの基準もあるの で、はいはい、であとは、まあ、ビザですよね。向こうで働きたいって思ってたん で、で向こうで働くためにはこうビザが下りやすいところで、そういう意味でもカナダとオーストラリアすごい、そうですね、自分の中ではかなり、はい、ポシビリティが高くて、であとは、まあ、時差が少ないっていうのと、授業料が少しその時安かったっていうのがオーストラリアありましたし、っていうので、あとはですね、その時に、もう自分の友人が同じ大学で勉強してたので、なるほどなるほど、なので、まあ、知ってる人がいるところの方が行きやすいなっていうことで、オーストラリアにしました。なるほど、はい、いろんな理由があったんですね。そうですね、留学されてましたよね。そうですね、僕はアメリカ。アメリカは何で？何留学？アメリカはサンディエゴは普通にあれ資格取りに教授法の、あ、テソル、そうですね、ティーソル、そうですね、テフォルっていうんですけど、テフォルですね、テフォルっていう、まあ、だいわゆる そこはなんかティーソーっていう名前じゃなくて、ちゃんとテフォルって名前じゃないと嫌だっていうなんかとこだったんですけど、はあはあ、ティーソーとテフォルを分けて、違うんですか。そうですね、ティーソーの方に外国語としてそこで生まれ育った子たちに教える、はいはいはい、テフォルっていうのは、テフォっていうのは一応この外国人が第二外国語として、はいはいはい、第二外国語じゃないですね、第二言語として学ぶっていうので、一応違いは今はあるんですね、はい、でそこでなんかで韓国人たちはでもこの資格をもらうときにティーソルって書いてる、嫌だって、で嫌なんですか。みんなティーソルって名前が有名だから、あ、ティーソルじゃなきゃ嫌だって、テフォって何って言われちゃうっていうことですね。でもその資格としてその立場上、例えばその韓国とか日本に帰って英語を教えるって立場になった場合は、テフォの方がいいですよね。そう、今まま、だから違いが、ディスティンクションとかですね、あの違いが分からない人たちも結構いたりして、でそこは面白かったのが、テフォのサティフィカットはなんかすごいおしゃれにしてて、ティーソルのはなんかしょぼしょぼのにしてて、テフォを選ばせるようにしてなるほど、デザイン的に、デザイン見てみんなが
ちの方がかっこいいってやっててちょっとそれ面白かったです、僕こだわり全然なかったんで見ててすごい面白かったですね、はいはいはい、そこで日本戻ってきて終わった後にもう1年アメリカ人と結婚する予定で行って、ああどうなったんですかそれは。断面でしたとか断面でしたけどとかそうですね、あとほら、そう前に言ってたこの話は僕はあれ、うん、あなんかだってブログのタイトルがアメリカ移住ブログ、そう、うん、であのブログのあの漫画のキャラクターじゃないですか、うん、あれを書いたのがそうです、その当時の彼女、あそうなんですね、今なり使い続けてますけど、あいいじゃないですか全然うん、そうローラが書いたですね、そのまま使ってますね、ちょっと別れて、じゃあ何もすることもないどうしようって言って、でなんかお別れ会とかもあったのに、うん、このままそのまま日本に戻るのも、うん、これはなんか気まずいなと思って、はいはい、そしたらブログでこの夏休みの時に、うん、ちょっとカナダ来ませんかみたいなのがあったんですよね、メッセージで、うん、バンクーバー来ませんかってメッセージが来て、うん、バンクーバーカナダの人だったね、そうそう、カナダにそのずっといる日本人で、ああはいはいはい、永住権持ってて、うん、それで来て、うん、ああじゃあ行きますよみたいな感じで気さくに行って、うんうん、でじゃあ来年からカナダに住んじゃえばいいじゃないですかって言われて、うんうん、ワーホリやって住みましょうって言われて、はいはいはい、でカナダにワーホリで行きました、ワーホリビザで、はい、どうでしたカナダ、あまあ、バンクーバーは、うん、夏は確かに世界一ですね、うん、世界で一番過ごしやすいですね、うん、でもやっぱりこの、まあ、メルボルンとかいつも上位に食い込むじゃないですか、そうですね、モーストレバボーセリーって、ね、なりますよね、ウィーンとかビエナとかその辺が入ると思うんですけど、うん、バンクーバーは夏は世界一です、うん、でも夏を超えると全然、うん、寒くて、雨なんですよ基本は、ああそうなんですね、で冬は雪ですね、うん、雪、冬の期間長いんですか、冬の期間長いです、あで雪が長くて、でその前にあのメイプルが、はい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 、葉っぱめちゃめちゃでっかい、うん、あのありますね、カナダのシンボルが落ちて、ぐっちゃぐちゃになるんです、そこに雨が来て、もうぐちゃぐちゃな中でそのうわーみたいな、そうなんですね、こんな道がぐちゃぐちゃってなって、そこに雪がだんだん溜まっていって、雪に変わり、でまた雨のシーズンがやってきて、夏がいいっていう、やってくると、で大橋巨船があのニュージーランドとオーストラリアに基本は住んでて、うん、あまあまあもうなくなっちゃいましたけど住んでて、はい、夏だけバンクーバーなんですよ、うん、彼はいつも、はいはい、そういう生活をしてたんですね、うん、よくわかりましたその理由が、うーん確かに夏はバンクーバーが最高、はい、全然メルボルンの方がいいですもんね、シドニーよりは過ごしやすくないですか、そうですね、まあメルボルン寒いんですよ、あそうなんですか、はい、もう冬はもうミゼラブルですね、かなりはい、もう、まあ、雨、シャワー、アウトシャワーがもう常に冬は降ってて、大体冬も4ヶ月ぐらいあるし、ちょっとオーストラリア感はないかもしれないですけど、まあ、カフェの文化とかすごい根付いてて、あとはそうですね、あのギリシャ人の人口がそのアテネの次に多いって、メルボルンはその地中海料理グリークとかはすごい美味しい、なるほどし、うんまあ、食通にはいいかもしれない、な僕は食通ではないですけど、でも美味しいものをやっぱ食べれるのはすごい、はい、ね、QOL は高くあるかなって感じですね、ずっと住んでてこれがいいこれが嫌なところもやっぱ嫌なところ、嫌なところっていうのは正直ないんですよ、別に嫌なところはないですね、他と比べてどうですか、まあ、シドニーではあって、まあ、ゴールドコースト、ケアンズとかあブリスベンとかもうさ、こう暑いじゃないですか、はいはい、うん、僕暑いのダメなんですよ、そうなんです、ね、そう雪国だからかもしれない、ああはいはい、そう暑いのダメなんで、だから名前は名前名前は暑いなんですけどそうそうそう暑いのダメなんで、そうだからね、まあちょうどいいのかなって、うん、あと住まわしてもらってるって感覚やっぱあるんで、外国人として、だからそういう、もうコンプレイントはしないなるほどしないようにして生きてますよ、謙虚にはい、住ましてもらってるって感じです、ね、そうなんですね、そういう感じでやってるんですね、はいはい、東京までですか、あ僕横浜ですね、あ横浜ですね、はい、なるほど、でも都会っ子ですね、でも横浜の一番の田舎なので、うーん横浜の人も知らないです、うん、どこだから、うーん
そもそもだ区の中でも一番マイナーな区なんですよ。横浜の中でもこのディスティンクションがあってですね。合ってます、使い方。合ってます。ちょっとプラスの意味で使わないとって今思いました。あんまりよろしくない意味で使っちゃダメだなと思って。一回ディスティンクションするときにちゃんと。そうですね。ディスティブなところだったんですけど、なるほど、ホタルが飛んでたんで。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.